はきり松尾11月10日から1997年1月15日は日本の海軍軍人政治家。最終階級は海軍中尉、太平洋戦争における激墜を。富士市議会議員、静岡県議会議員を務めた。1913年11月10日、静岡県田子浦村宮島に農業業を営む一家の次男として生まれる。 夜間の青年訓練所を出た後に、強行の影響で就職口がなかったため、両親に無断で海軍を志願した。1932年6月1日、横須賀海兵団に入団、18歳。11月、新兵教育を終了。巡洋艦、マヤに、機関兵として乗り組み、三等機関兵。しかし、激しい仕置きに嫌気がさして、関西水蒸気に憧れ。 戦闘機乗りを志すようになる。操縦練習生を幾度か受験し続けた末に合格し、1935年2月、第28期操縦練習生を拝命、霞ヶ浦海軍航空隊付け、戦闘機選手に選抜され、8月、立山海軍航空隊で延長教育を受ける。1936年11月、大港海軍航空隊配属。 1937年10月、大村空配属、空母、総流乗組三島空兵装。初の実戦部隊である、横山保津分隊所属。総流が偽装中だったため、放送で着艦訓練に従事。十二空時代の羽切れ1938年5月、総流で中国へ進出し、品事変に参加。百三十八年六月末、 アンケイ上空でソ連製の SB 総発爆撃機を撃墜。これが羽切れの初戦火である。1939年11月、内地に帰還し、横須賀海軍航空隊、配属、二等空兵装、十二市艦上戦闘機の実験に参加。6月に着任した横山保津大員の分隊に所属し、実験中の十二市艦船を現地で調整、使用するため、 観光に進出。1940年7月15日、第12航空隊に転属。観光進出後、12空の冷戦搭乗員は、横山ら横空から空輸してきた A 班、観光基地から選抜された、新道三郎隊員ら B 班に分けられた。8月19日、初出撃。羽切れは、横山隊員の2番機として出撃したが、快適しなかった。 その後の3度の出撃には参加せず、冷戦の発戦果は9月13日の壁山空戦で B 班に奪われてしまった。10月4日、羽切れは横山対引き入る冷戦8機の2番機として第1次、生徒空襲に参加。生徒に到着すると、I-161 機を発見、距離200メートルまでに空白して撃墜した。飛行場を偵察したが敵機く、 太平寺飛行場に向かうと、並べられていた20機ほどの敵機に銃撃を加え、さらに東山一郎君総長、中瀬正幸一空想、大石秀夫に空想とともに、前日に4人で計画した案により、太平寺飛行場に強行着陸し地上機に放火。羽切れは、大石、中瀬に続いて3番目に着陸し、引っ込め線の敵機に向かって駆け寄ったが、それは、お取り木であった。 他の獲物を探そうとし離陸後に上空3000メートルで集合する約束であったが、カーチスホーク33機と遭遇、全機を撃墜した。しかし、変態と合流できず、短期で観光へと帰還した。あの悪天候を一人ぼっちで飛ぶ不安と心細さ。これは実際に経験したものでなければわからないだろう。運上飛行を続けているうちに、 やっとヨースコーを見つけた時の嬉しさ、思わず母の名を叫んだものだった。と記している。1941年3月上旬、再度生徒攻撃を命じられ、義将に進出。14日、戦闘隊、第1中隊、第2小隊長として参加。総流飛行場にて、I-15 ビス2機、軍用自動車1両を地上撃破。続いて、迎撃に上がった。 愛 -153 と交戦し、2機を単独、1機を第1小隊2番機のありたさん、空想と共同撃墜した。7月23日、過労による、異形連を起こしない地に転勤、筑波海軍航空隊付け、1000人教員を務めた。1941年12月太平洋、戦争開戦。1942年4月1日、飛行兵総長。 8月、横須賀海軍航空隊、J2M1 の試験飛行、3号爆弾、半長爆弾のテスト等各種飛行実験に携わった。1943年初頭に行われた冷戦32型による荷重実験では8 6ーもの荷重に耐え、専門家を驚かせた。1943年7月6日、クレコから昇格でニューブリテントラバウルに向かい、 第204航空隊分隊士に着任。赴任先は、ソロモン諸島ブーゲンビル島部員であったが、副長、玉井朝市中佐よりしばらくラバウルで休むよう、命じられ、部員、トラック島まで冷戦の空輸任務を行う。24日、早朝、新人入隊者ら8機を連れて、部員基地に赴任。25日、レンドバ島迎撃戦に参加。 以降の出撃は97回にも及んだ。204空の登場員だった、大原良二秘送長は羽節について、眼光鋭く、顔は笑っていても目は、決して笑っていなかった。周囲を払う迫力があったが、反面、実に、人情のある、細やかな心遣いの人だった。大きな負傷をすると後方に下がる人が多い中、最後まで戦わんかなの気迫を失わなかった。 一緒に変態を組んで、風貌の中のあのげを見ただけで、よし、今日も大丈夫だ、という安心感が湧いてきたものだった。毎日市内をもって、リハビリに励み、飛行長が、登場割を書か,かなくても、おい、飛べる飛行機内かと飛び上がっていたと語っている。9月23日、ベララベラ島上空にて p 40、グラマン海4階と交戦。 右肩の後ろから12.7ミリ機銃弾が貫通、鎖骨、肩甲骨を粉砕する重傷を負う。10月10日、病院船、高佐五丸に手内地に帰還し、横須賀海軍病院に収容された。当初、肩より上には絶対に上がらないと言われたが、棒で右腕を上げる訓練を毎日何千回繰り返すリハビリの結果、再び操縦桿を握れるようになるまで回復する。 11月18日、長女由美子が病死。退院後の1944年3月、横須賀海軍航空隊付け。10月17日、弟四郎が、北東方面で戦死。1945年2月17日、横浜市杉田上空で、第五艦隊第58任務部隊小族のヘルキャットと、交戦、一気の撃墜を報告。しかしこの時で月だった。 千人登場員、山崎卓上飛走が被弾して落下山降下したところ、木に引っかかり、地元警防団に米兵と間違われて撲殺された。この事件を受けて、翌3月、ハキリラの発案で、パイロットは陸海軍ともに味方識別のために飛行棒や飛行服右袖に日の丸を縫い付けることが義務付けられた。3月2日、妻文子が熱病のため急性。 車の手配がつかなかったため、その遺体をリアカーに乗せ、金沢八景の借屋から塩入りの火葬場までの7キロの道のりを雪が積もった、中1時に引いていった。舞台ではそんなそぶりは微塵も見せず、当時の隊員も戦後数十年経つまでそのことを誰も知らなかったという。3月10日、末程の忠夫が天見大島南西洋城にて、 敵潜水艦の雷撃で沈没し戦死した。3月、B-29 一機の撃墜を報告。4月12日、市電改めに、新式の60キロロケット弾を装備して、下田上空で B-29 と交戦。ロケット弾は不発で、逆に今度は右膝の皿を砕かれる重傷を負い、海軍病院として接収されていた、熱海の古谷旅館に入院。 5月1日、注意。8月、入院中に終戦を迎える。終戦までの撃墜数は13期。1945年8月23日、復員。戦時中の2度にわたる、不詳の件で役所から、正位軍人恩給の申請を進められたが、この通り、腕は動くからいりませんと辞退した。しばらくは、反応反漁の生活を続けたが、 1946年、犯罪集団と化した青年団を正常化させるため当時の村長の養成で青年団長に就任。1947年、再婚。1953年、弟、高志ともにトラック運送会社を起こし役員に就任。1954年、第一回富士市議会選挙に立候補し当選。以後、4期務め。 議長も経験した1967年自由民主党所属として、静岡県議会議員選挙に立候補し当選。以後、4期務める。1977年、乱受報賞受賞。1983年、県議会議員選挙で落選。以降は政界を引退して運送業に専念し、静岡県トラック協会会長を8年務めた。羽切れは、 政治家になった所簡について、軍人よりも政治家だった時間が長いが、戦闘機に乗っていた頃の方が言うに言えない、充実感があった。欲も得もなく純粋に一生懸命生きて、いつまで経っても忘れられない思い出がある。ところが、政治は、駆け引きをしたり、同志であっても足の引っ張り合いをしたりの世界で、地元には、それなりの貢献をしたとは思うが、 やはり戦闘機搭乗員としての働きが満足しているし、誇りに思っていると語っている。1997年1月15日、前立腺艦の試し去。去年83。趣味は、囲碁と読書だった。ハットは切れは敵兵は見えなかったため、今思えば燃える敵機の機銃弾が弾けて飛んでいたのかもしれないと回想しているが、中瀬と共にいた大石は、 20メートル先の包みの影から銃口を揃えて撃ってくる3、40名の中国兵を目撃している。ありがとうございます。